five.
そうですね、ゴレなんですけど、多分このロイヤルって人が一番うまいんで、多分一番、なんていうの、立ち回りとしては完璧だと思います。ゴレの立ち回りなんですけど、自分はゴレが来た瞬間に逆サイプリンスをしてます。なんでかっていうと、最近のゴレってやっぱなんかリクイケがなんか少なくて、イテランバとロリババのバーバリアンぐらいで、ここ5打ったんですけど、この5打つことによってノックバックの間に吹き矢がやっつけてくれるんで、ノーダメでアイドラ溶かせるんで、これおすすめです。ここスケールだけ取って、で、ゴレ来たら本当に逆サイプリンスがいいと思ってます。動作に出しても、なんか美味しく公園に処理されて、その後の公園の処理が厳しいんで、多分逆サイに出した方がいいと思います。ここはランバーキング起動して、で、このデッキの限定の話なんですけど、このデッキだとは、キング起動が本当に大事なんで、なるべく早くキング起動しておいた方がいいです。で、こんな感じで、今なんて、ランバー切った後にゴレ来たんで、もうアイスピとロリバーしか受けがなかったんで、もう逆サイプリンスきました。そうですね。で、ここ相手まくって出してれないんですけど、2発入るだけでも結構ダメージでかいですね。ここ吹き矢とスケで押さえて、で、この吹き矢をなるべく延命したいんですよね。なるべく延命したいんで、ここトルネ使っちゃって、トルネアイスピで延命します。で、このランバー追加やっぱ分かったんですね。で、厳しいんですけど、なんとかファイオで、ノックバックで、なんとかします。やっぱゴレは逆サイ攻めがありそうですね。多分ゴレからしても逆サイ攻めが一番嫌で、それ分かってて、この人はゴレ出してこないんですよ、全然。まあ、それもそれでって感じなんですけど、やっぱゴレ出してくれたら、逆サイプリンス出すだけで、折れたりとかもあるんで、全然。で、このプリンスは全然、あれっすね、ゴレ来てなくてもやりましたね。なんでかっていうと、本当にさっきも言った通り、陸受けが少ないんで、ってのが一つで、で、もう一つは、こっちの枯渇、めちゃくちゃ高回転でスケアイスピ入ってるんで、プリンス、攻めで使っても守りでまた2周目回ってくるんですよね。なんで別に、一サイトも大丈夫、そんな問題ないって感じですね。ここはスケアイスピで守って、延命も大事ですね。多分、吹き矢とプリンセスの使い方が、このデッキ結構肝になってくると思うんで、スキアイスピでうまく守った方がいいと思います。 で、ここもスケ回して、吹き矢かな、ここは吹き矢だ。で、ここプリンセス一発とファイボで倒せるんで、ファイボ打っちゃいました。で、バレル飛ばしてスケでタゲ取ってですね、相手全然ゴレ出してきませんね、やっぱ。ゴレ出した瞬間も逆サイプリンスするだけできついんで。で、それ分かってるんで、ここはやっと、同サイゴレですね。で、プリンス受けてからカウンター出しようとするんですけど、プリンスがめっちゃ強くて、もう半分ぐらい削るんですよね、ゴレを。で、ここはプリンセス出して、なるべくこの手前のプリンセスも延命したいって感じで、延命しました。で、ゴレうまく破裂して、避けてて、なんか延命できたんですけど。なんですかね、ライトニングを外したのかな、今。相手のミスですね、多分。で、ここ、メガゴ読みですね、この5は。止めれなかった。相手メガゴしかなかった。絶対メガゴだったんだ、あそこは。ちょっとヤンキーですけど、なんか全然、取り飲まれたんで、刺さんなかったんで、狙いに行きました。ああいう時は全然打っていいと思うんですけどね。足前プリンで、で、逆サイも結構プリンセス入って削れましたね。で、あとはバレルでチクチク、高回転バレルでチクチク削りつつ、ファイオ2発になったらファイオって感じで。で、足前ゴレ来るんですけど、まあ全然怖くないですね。バレル飛ばして、トルネアイスピで防衛して。ここま、
1分切ったら結構ゴーレムとかも怖くないですね。しかも近軌道してるんで全然通んないですね。でここまた吹き矢入って両サイドを狙えるって感じですね。でここゴレ出したすぐ後に言われ投げて、で相手入れなかったんでちょっと間に遅くなって、ゴレが、トリノが間に合わなくてバレルが少し入ってファイブ圏内で GG って感じですね。解説難しいな、ちょっと、てな感じで、はい、あるんですよね。うわ、それ届くんだ、すげえ。すげえ。あー、トリネでも今でも使われてるんで、やっぱ強いってことっすよね。すげえな、この時間でもこんな来てくれんのか。いや、これ一回出さんで、あのトルネコカツはやばかったっすね。一回待って倒してからバレル飛ばす。オッケーオッケー。でこれ言うのかな、言うのっぽいな。守れんかった、まあいいや。ギャング切ったらバレた面でねえから、いるけどいるけども、はい、よし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 、よき。あとは守って、しっかり守って。これ、工場も止まる。よいしょ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 。多分今これがいいっすね。自分的にプリンスとフキヤが関係しとってると思ってて、で昨日めっちゃいろいろ試したんですけど、この方が一番取り上がりますね。ありがとうございます。学校今日は振り返り休日っすね。であと水と木だけ行けば金曜も休みなんで頑張りましょう。あー、ラバか。ラバね、結構難しいんだよね、ラバ。こっち回り。でかいな、それ。いや、これいらんわ。ここで吹き出されたらちょっと厳しいかもしんない。バカもやりたくね。入るかな、これ。入るか。いや、入るんなら ISP いらないな。なら ISP 割りやった方がよかった。どっちにしろ入るんなら。ここバレル飛ばさないで。あ、ミスった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 。いや、ここ、これやろ。今の左サイドっすね、プリンセスは。ミスった。これでギャング処理。
手が来るかな。ほい、どっちもやられちゃうかな。まあいいや。でここでやって、ちょっと使っとくか。 OK、 爆破に入れたくないな。 OK、 ここでプリンセス出してプリンセスを貯めるんですよね。でスケーセバーバレル飛ばす。ギャングかな、いらっしゃい。でこのガゴも処理してくれるんで、でこれ来るとしたら右目ガゴしか作れない。そういうことか。じゃあこうしてこうかな。ああその目が美味しい。でここギャング切ったんでちょっと攻めます。あと墓石だけなんで。これ一発入れていいんで別に。攻める、入んない。そもそもこれ全部巻き込んで5打たれるかな。いやそっちに5か。おいしい。わー微妙だったな。うわマジか、明確働きすぎ。ちょっとやばいな。若干のやりすぎ案件が。わーお、こっちはサンタな。でもこれ光栄つけんのいないからバルーンつけるだけかな。こんにちは。あーそんなのいたか。オッケーオッケー。ちょっとずつ削りたいけど全然入んねえ。これメガゴまた来んのかな。これファイブっちゃう。空のバレル、空の吹き矢一発はいい。よし、OK。全然コメント読めなかった。申し訳ないっす。GG。